イカラスのクッピーチャンネル、ハッシュプトガラスのクッピーと保護のシレンです。昨日はですね、なんとクーちゃんが初めて新しい遊びというか開発したのね、クーね。スリッパ浴び、布団浴び、魚山浴びに続く、なんと今度はカーテン浴びを開発しました。というわけで、昨日クーちゃんがねカーテン浴びを楽しんでるところをこっそり隠し撮りしましたので、そちらをどうぞ。はい、ガラスのクッピーチャンネルです。ただいまですね、ハシブトガラスのクッピーくんがカーテン浴びをしてます。黒ペリカン水を口に含んで、はい、カーテンにぶちまけて風ちゃんは今までスリッパ浴びとか魚山浴びとかいろいろしてきたけど、カーテン浴びを開発したんだね、こうね。はい、こんな感じで、まあね、あとで水をまき散らすのでお掃除が大変なんですけどね、くーちゃんがまあ楽しそうだったからいっかなーって感じですね。ねえ、くーも食べちゃうみたいにね、お風呂場で水浴びできればいいのにね。水浴びは嫌なんだよね。はい、というわけで
カラスのクッピーチャンネル毎日更新しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、またね。はい、クーちゃん終わった。わお、1回だけ、1回バージョン。